こんにちは、中島です。本日はランナーの有酸素性能力の重要性について話をしていきます。筋力、スピード、そしてパワーが成功の鍵を握る大半の競技とは異なり、長距離走は主に酸素の運搬と利用がその能力を決めます。ランナーの走る速度が上がれば酸素需要は高まり、それによって走るペースを維持できるようにするためには、運動中の筋肉および心臓への酸素供給量が酸素需要量と等しいかそれ以上でなければなりません。酸素需要量が供給量を上回ると運動は無酸素性運動になり、たちまち疲労が生じます。したがってランナーとしてパフォーマンスを向上させるためには、運動中の筋への酸素供給量を高めて需要量の増大に対応する必要があります。本日の内容になります。はじめに有酸素性能力を決める要因、次に有酸素性能力と有酸素測定の意義、そして血中乳酸値を測定すると何がわかるのか、最後に高強度インターバルトレーニングは VO2MAX と LT を向上させるかになります。ランナーにとって有酸素性能力を決める要因は3つあります。それは最大酸素摂取量、乳酸性作業域値、そしてランニングエコノミーになります。 VO2MAX と LT の適用は同時に起こるとされ、高強度インターバルトレーニングが最適とされています。ランニングエコノミーは筋力、パワーおよびプレオメトリックトレーニングが最適とされており、持久系トレーニングの3分の1をジムベースのトレーニングに置き換えると最も効果が高くなるとされています。乳酸という物質は運動した結果細胞内に発生する代謝産物になります。乳酸の状態を調べることはトレーニングや休養の計画を立てる際に貴重な資料となります。測定方法はごく少量の血液を取り、それを機械の中に入れ分析すると血液1リットルあたりの乳酸値が表示されます。乳酸は筋肉で発生してから血液中に拡散するまで時間がかかるので、乳酸値は運動直後ではなく3から8分後に最高値を示すという特性があります。このタイミングで捉えた最高値は筋収縮のエネルギー獲得過程で解凍系をどれだけ動員したかを示します。解凍系では筋肉中のグリコーゲンが乳酸に分解される過程で ATP が合成され、発生した乳酸の量が多ければ多いほどこの機構が利用されたことになり、これは短時間の運動の中で持っている能力を可能な限り発揮したことを示します。有酸素性運動の乳酸値測定の場合、徐々に負荷を増していく全増負荷による運動になり、実際にはエアロバイクなどが用いられ、1から3分ごとに乳酸値を測定します。この測定で分かるのは乳酸の発生量のカーブになります。運動の負荷を増していくと次第に乳酸の発生量も増していき、横軸に運動負荷の強度、縦軸に乳酸値を取ったグラフで示すとスライドのようなカーブが描かれます。乳酸素性能力を評価する場合には乳酸値が低い方が優れていると言えます。エネルギー獲得段階で解凍系よりも有酸素性機構が多く使われているので、カーブが右に寄っている人はそれだけ有酸素性の能力が高いと評価されます。実際の評価ではカーブ全体ではなく、カーブ上のいくつかのポイントが使われます。その一つが LT 乳酸性作業域値と呼ばれます。 LT は運動負荷を次第に上げていきながら乳酸値を測定した場合に急激にその値が上昇し始めるポイントで、このポイントが現れる時期が遅ければ遅いほど有酸素性能力が高いことになります。次第に運動負荷を上げる状況で LT の発現が遅いということは、それだけ高い強度の運動を乳酸値の上昇なしに、つまり筋肉の疲労なしに行えることを意味しており、有酸素性競技の種目では非常に重要な項目になります。
トレーニングによって有酸素実践能力が高まれば LT の出現が遅くなり、カーブが全体的に右に寄っていきます。トレーニングの対応評価という観点では、あるトレーニングを一定期間行った後に測定して以前よりカーブが右側へ動いていれば、そのトレーニングは適切であったと評価できます。エルゲルドラは中程度のトレーニング経験者55名の男性被験者、平均年齢25を週に3回のトレーニング、平均 VO2 マックスは58ml/kg/min を対象として、VO2 マックスの改善において高強度の持久力トレーニングが中程度及び低強度のトレーニングに比べて優位に効果的であることを見出しました。エルゲルドラは、パーセント VO2 マックスによって示される LT にはいかなる変化も見出されませんでした。ただし、LT におけるランニング速度が平均 9.6% 優位に向上しました。そこで VO2 マックスが増大することで LT も増大すると考えられると結論付けられました。 LT は無酸素性代謝の開始を示すため長時間維持される可能性があり、有酸素性パフォーマンスの大きな構成要素であるパーセント VO2 マックスを左右すると考えられています。高強度トレーニングは低強度トレーニングよりも大きな VO2 マックスの増加を促し、最大強度付近で行うインターバルトレーニングが最も効果的であるとしています。そこでアスリートが十分な有酸素性持久力トレーニングを経験した後は高強度インターバルトレーニングへと進み、変化をつけるために表で示した 15×15、4×4 の手法を交互に行うことが推奨されています。本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。